ごい。いいよ、ではタイトルコールいきます。はい、イオンインクのイオン TV。 イオンカメラ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。よっ、始まりました。これね、コメントしてる人のセンスがいい。あ、確かにね、センスがいいわ。大地さんいるんだよな。はい、今回は、イオンインクのはい、はい、裏イオンセブンとなっております。よっよっ、裏だからみんな優しくしてね。6人しかいるから頑張れ思いますよ。4-6だね、頑張れ思いますよ。1人は営業中です。すいません。営業中なの？営業中です。多分分かんない人もいると思うんで、自己紹介、自己紹介から、はいはい、いきます。カメラ、じゃあ私から。新宿クラブフェイト、横浜クラブフェイト横浜の統括店長やってます。愛称はコタコタで、マキセコタロです。よろしくお願いします。ここ行けばいいですか。この回は果たして10あるのかな。正解です。正解です。ないです。おぎ暗い。フェイトプラスで人事担当しております、スーパーバイザーで、クーラです。よろしくお願いします。よっ、よっしょ。コババディ、スーパーバイザー秋山大地です。いいよ、出ました。お願いします。ナイスポーズ、ナイスポーズ。もういいや、最後。フェイトプラス、オーバーパーティー、統括船長やってる、キャッシャーのデブだ。あー、悪口やめて。キャッシャーのデブだわ。やめろ、ほんとに。俺かもわからん、はい、俺かもわからん、はい、こっちも活用してるからね、はい、時々フェイプラに来て僕を見て逃げるのは皆さんやめてください。よー、知ってんだから。フェイト新宿北条司です。よろしくお願いします。よいしょよいしょ。ヒゲ剃ったよ。オーバーパーティーのキッチンチーフの藤本です。なぜいるのかわからないですけど、よろしくお願いします。言わないよ、言わない。いやー、始まりましたね。始まっちゃったね。始まっちゃいました。無事に終わるのかっていうところもあるんですけどね。これ、視聴者数とかってどっかでわかんないの？キャッシャーの豚だ。豚は内勤になれるってなる。そう、イオンインクはデブになれば大体ない。大体入る。ミートテック。ミートテック。ミートテック使うなよ。ミートテックは絶対プラスのお客さんだ。熱いわ。オニクロのミートテックだぞ。チーフ髪切りました。ヒゲも剃りました。あ、でもコメントめちゃめちゃ多い。あ、多いっすね。フジモン小太郎に飯食わせすぎ。いや。電波ちゃうことないよ。電波全勝手に食ってるわ俺。乾杯は、そう、乾杯しないとね。あ、乾杯からね。優しい、優しい。仕事前だからね、飲みたくないんですよ。全然リアルな意見。全然これが仕事ですからね。じゃあ温度大事さいいっすか。ね、あ、乾杯。ありがとうございます。これ毎回思ってる、乾杯のくだり。これね、あんまり喋らないねとか言いますけど、これ喋れば喋るほどね、店の品格が落ちるんじゃないかな。遠慮しますよ、遠慮します。フェイト潰れんわ。フェイト潰れません。やめろ。大地さんブログ見てるよ。あ、ブログ見てよ。あ、ベガスの金分けろ。金持ってんだよな。全部取るだけどな。円持ってないんだよな。本当の2000万プレイヤーですよね。あ、そうです。ガチの、ないか、ガチの。これ大丈夫です、ちゃんと税金も納めてます。大丈夫です。クリーンなお金です。クリーンなやつ。ナイキあるある、ナイキあるある。ナイキの給料聞いてくるな。安いわ。安いんだぞ。じゃあ飲め。じゃあ飲め。左からミート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 、ガリチョイミート。やめろ、ミートしてガリ。ガリチョイミート。ガリこっち、ガリこっち。ガリではありません。こっからこっち全部ミート。ナイキアフターあるの。ナイキン、たまにね。好
き合いでね、ありますね。この絵はすごいですね。これ見れるんですけど。2000g プレイヤー。2000g プレイヤー。悪口しかない。数えづらいわ。2000g で2kg だ。スターバス見るとあれよ、みんな。コタコタ飲んでて、これ大体飴だからね、多分。ちなみに2000g プレイヤーで 20kg ですから。意外に軽い。かわいいね。いや、2万g に増えてる。あ、2万これだから普通に見てくれてる人がすごいよね。いや優しい、確かに優しい、みんな内勤しか出ないっていうのに見てくれるっていうのは優しいですね。外も閉じるところだから、俺だって5人ぐらいしか見ないんじゃないかな。コメント一切、意外とコメントありますね。意外とコメント、コメント一切ないんじゃねえかって思う。ね、2万キロプレイヤー、あやめはキロっていうな、なんで内勤になったか。あやめさんネタは多いですね。あやめハゲ、あやめはぶられた、いない人の悪口、いない人の悪口が飛び交ってますね。個人情報も流れてる。あ、今日何するの？あ、楽しみにしてくれてる人いる。よかった。今日何仕事してんだよな。今日何するの？特にない。特にないよ。もうノープラン。もう一生鼻毛とか映しといてもいいんですよ、別にこっちは。ガチで企画ないんですか今日は？もう全然ない。無ですか？アドリブトークがほぼ。なんかやっぱりでも内勤が揃ってるってことはあれじゃない？じゃあ。マジでやってみます。それ垂れてる、垂れてる、肉汁出てんだよな。一回、一回、一回、熱いんだよ、肉汁。暴走事故すぎる。肉汁出してくんだよ。熱い、熱い。いやでもなかなか内勤で集まってし、だこれそういうことしないですからね。やっぱりあれじゃないですか、あの店舗の良さみたいなのはやっぱりそれっぽいことをやっといた方がいいんじゃないですか。やった方がいいですね。リオインクの説明みたいなのもね、あった方がいいかもしれない。あ、いいですね。なんかそう、ま、真面目っぽいやつ。ちょうど真面目だから俺持ってきた。コタコタやるよね。さすが。イオンインクとは、はい、2015年2月に設立した完全新規の大型グループの総称。はい、はい、いいですね。イオンセブンを中心としたメディア選抜メンバーに加え、スーパーモデル松岡優介や全国からギガホストが続々と集結中。はい、業界最高峰1億円プレイヤー3名、1000万プレイヤー数十名を育成していく。加納雄大氏らを中心とした創業メンバーたちと全国各地への吸収や拡散をコンセプトに掲げている。2017年には業界シェアナンバーワンをしようとする経営ビジョンを打ち立てております。はいはいはい、それがイオンインクでございます。はい、半分ぐらい聞いてなかったよ。はい、もう大体みんなも聞いてないと。大体の人は大地さんの動きを見てただけだと思いますけど。松岡小太郎って誰やでは、じゃ各店の紹介いきますか。各店の紹介、あ、お店の紹介ですか。紹介、お店の紹介ね。プラスどうですか。最近どう。いや、そんな感じじゃない。雑誌の感じ。雑誌の感じ。最近どうじゃないよ。あ、違うの。作る係なんで。じゃあフジモンからいく。僕内勤でないんで、お店の良さとか。あ、フジモン最後にやっぱり。あ、フジモン最後にします。最後にあの料理の良さを。あ、料理の良さね。でもフジモンのはめちゃめちゃうまいからね。いやいやいや。じゃあフェイト、フェイトはフェイトというか。これ今何分経ってるか。フェイト使ってるのかせるわ。分かるか。フェイト横浜は4インク初の地方出店、横浜に去年の6月にオープンしました。まあ、従業員はですね、可愛い系が多いかな。可愛い系と、まあ、翼さんを筆頭としてね、しっかり者が多いかなっていうイメージです。みんなね、まだホスト歴が浅いんで、初々しさがまだ残ってるんですけど、非常に楽しい、お店となっておりますんで、よかったら、初回の方来てください。20歳以上の方でお願いします。はい、どうぞ。はい、はい、そうですね、フェイトプラスは、結構アットホームさが、売りで、結構従業員同士が仲いいんで、みんな、休みの日は遊びに行って、宅でも結構その仲の良さが売りで、ヘルプも結構、楽しく、楽しませれるような感じになっております。そうですね、分かるやん。そうですね、見えてんだよ。初回を待ちてます。絶対誰も聞いてないでほしいんだよ。絶対誰も聞いてない。どこでやんないでほしい。あれですか、ナイキの場合はここに LINE ID は出ないんですか。出す必要あるんですか。逆にね。いやでも全部趣味になっちゃう。ナイキから爆弾を狙っていく感じなんですよ。そうそうそう。
ねえ出しとけよ、じゃあ紙に書いて紙持ってくるから出しとけよ、出しとけよ女の子から LINE が来るかもしれないとか言うよ、ほら、淡い意地悪なんだよな一番さ、意地悪なんだよ、意地悪なんだよな、なんだこれって言う、これ、おばたの良さはやっぱ、おぎ店長がおぎ店がね、おぎ店、まあ、オーバーパーティーはね、名前の通り、パーティー、大地さんがバイザーでサボるんですけどね、ちょっと今まあ、オーバーパーティーはこんな動きもできまーす、まあ、こんな感じで、もうみんないつでもパーティーしてるんでパーティーしたかったらオーバーパーティー来なさい、間違いなし反復横跳び弱だ大地さん、大地さんの LINE 知りたいっていうなんかコメントがありますよ、あーほら、こういう人がいるしだよな、携帯番号決したいから見える見える見える、あ、そっか、全国に配信拡散、うん、拡散したら大さん、紙ある、カメラある、紙書いてね、これね、僕はボルフ、あ、マジック、マジックじゃない、サラリーマンの酔っ払いだな、これ酔ってない、まだ酔ってないただのおっさんの飲み会とかしてるからね、もうこれね、もう本当に絵面がおっさんだらけでちょっと引くっていうね本当になんで本社はこれを企画したんだろうねいや、それコメントしづらいんで、やけどしかしないけど、ね、もうちょっと間があったらすぐ黙ってみんながお酒飲むっていう時間に入っちゃうんですけどね、じゃあ次から次はですか、はい、じゃあフェイト、はい、新宿フェイト、ファ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 イト、もう今月に入りまして、はい、電撃遺跡、3000万プレイヤー1500万、まあ、完全甘神ですけど1500万円プレイヤー入りまして、絶頂期、これからも、はい、よろしくお願いしますよよ、はい、よ出してる、出してる、出してる、あー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 、何やってんだ、クーラーじゃん似顔絵、ただの似顔絵まあでも絵うまい、ちょっと似顔絵いいから、クーラーできました簡単にできました、あ、クーラー死んだつかさの悩みは何？つかさの悩みは何？つかさん人気ですね、結構体の節々が痛む、リアルな悩みだ、リアルなおじさん、ね、朝起きるとほうれい線が消えない跡が消えない、そのぐらいです、ね、いっぱいあるけどここでは言えないです、じゃコメント拾いますか、そろそろ拾いましょう、ね、面白いなんかコメントちょうだい、面白いコメントなんかちょうだい結構雑な振りですねいや、そう、さっきそう見てたらないよ、いや、イケメンはいないよ、ないよ、泣いてんだもん、諦めてよ、そこはメンバーこっから変わることないですから、ね、そう、このままですから、オンリーだから、オンリーだから、出すよ、イケメン出ねえよ、出ねえんだよ、出ねえよ、諦めろよ、そろそろ消せ、消せ、消せ大地さんイケメンじゃん、大地さんイケメンじゃん、あ、いいいいいい、センター、そうは欲しいから、はい、ぜひ LINE ID 教えます朝立ちはしません、コメントそろそろ出てるから拾ってください、もとしたらもう事故しか起きないんで、新潟でおすすめの店を教え、新橋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 、メモ読み戻してこい、さっきお疲れ様です言うた上の手元からメモからのからの、そうだから、ね、これ結構、あ、そういうことか、結構画質荒くなったんですよ、レボメンは読みますか、変な感じだ、ダッシュで今から捕まえてくればね、多分捕まる、いつも金出してんだからイケメンくらい出せや、悪っ悪っ悪っ、コメント悪っ、キャバクラにいるジジイ集団みたいな、ユシマのスナック行くわコアだから誰もわかんない、なんかおっさんの匂いがする、そうだね、もう、うん、育てるこっち側も加齢臭しか感じないから、こっちも分かってましたからね、こういうのは、そう、覚悟してきたから、覚悟してきてるから、おはようみんなメンタルはやられてない一番最後に来たから、ギリギリ、なんか違う、なんか違う、ああ、嬉しいコメントは、おばぱ、顔面偏差値高い、好き、ありがとうございます、おおお、それは店内のでしょ、あ、店内、ここじゃないです、れれいや、ここは、ここはここじゃないですここじゃないですよ、何かキャストの話ね、キャストの話、ごめん、クーラー飲め、おい、クーラー飲め、飲む、クーラー飲め、ありがとうございます、内勤偏差値は低めでございます、これ、ラジオ放送で良くない、正解、正解、映像探したい、お前が熱々言うから、おい、エアコンやったらお前、いやいや終わったらパブリーズ負けよ、クーラー寒っ、内勤って給料安いんだ、クーラーが汗かき出したからエアコンついてめちゃくちゃ寒いんだよ、給料安いよ、おはようございます、ギャンブルで勝てるしかないわ人生ギャンブルだわ、いや、そう、内勤って給料安いんでしょって書かれてるんですけど、さっき内勤は
営業終わったらキャバクラ行くんでしょみたいな書いてあったけど、給料安いから行けません。行けません。ラスベガス挟まないといけない。あ、ラスベガス、ラスベガス、ベガス挟んで遊び行くから。左から2番目は秋葉にいそう。俺も確認しました。左から2番目はクーラか。これみんな見てる通りだ。多分こう、こうなんで俺か。この前、この前行ったわ。この前行った。結婚式僕から秋葉原行ったわ。コメント拾ってくれ、コメント拾ってくれ。コメント悪口しかねえんだよ。悪口しかねえんだよ。全部無駄しか、全部無駄しかコメントがないから。おっさん顔面やめてとか、そんな悪口しか書かれてねえよ。苦情ばっかだからさ。あのね、若干ね、飽きてきました。正直。あ、30分ですからね。そうですね。拾えるだけ拾っとかないと。何分まで、ちょっと行け。その前、吉原行ったことねえわ。あのね、行きたいと思ってんだけど。これあと15分ぐらい。行ったことはねえ。左から3番目の方タイプです。左から3番目。あ、大地さん。あ、いいっすね。大地さん。大地さん、大人気。大地さん人気っすね、やっぱり。内勤送りでもいいのって来てます。いいよ。川崎蓮子、川崎。早く寝ろってコメント来てますから。早く寝ろ、もうすぐ寝たい、すぐ寝たい。すぐ寝たい。すぐついてる。でもキャバ通いなのか風俗通いなのかちょっとはっきりしてほしい。答えろいるとキャッシュは狭い。それは狭いわ。俺サイズに作ったら店のあれがダメよ。店のあれが、店のあれが。え、なんか小太郎が言ってるだけ会計が高い。そんなことありません。持ってるのかな。できる内勤だからね。みんなが見たがってるさ、あのカメラアップのさ、キス顔とかいいの。需要が一つもねえ。欲しい、欲しがってるやつ。放送事故で、みんなが火に油じゃねえか。火に油じゃねえぞ。大地さん、大地さん、大地さん、ほら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 、ほら、あ、すいません、ほら、ほら、言って、聞かせてくれたから、ほら、言って、ほら、キス顔。いや、違う、それで、キス顔行こう。大地さん、大地さんもキス顔しよう。めっちゃ起きの、もうね、出来物できてるんでね、今日アップだね。完全に出来物がね、できてるんで。ほら、じゃあ、ほら、やめろ。スカウトしてねって、ほら。コメント来てますから。コメント来てますから。大地さんの素顔見たらもうみんなやられちゃうからな。需要ないんだよ。需要ない。間違いない。間違いない。あ、でも大地、素顔はよって。あれ、意外にクーラーキス顔って書いてあるけど。おぉ、待って、キス顔もやめよう。あの深夜にこれはガチホラーっていうのはね、本当寝れなくなっちゃ、寝れなくなっちゃう。今から起きて2部来い、今から起きて2部来い。あ、顎が気になる、顎が気になる。大地のより、ちょっと入れたんだよな。横に大地5倍へ。15万、15万、15万の顎。捨て替えだね、捨て替えだわ。ちょっと鼻低くして顎出して、やめろ。やめろ。スカちゃんディアレス行くの？スカちゃんディアレス行くの？行ってないです。怖い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 。店の名前違う。コメント大体怖いんだよな。ホストの見てても怖いからな。いやでもちょっと今日オバパ行くのにこれのせいで寝れねえっていう。俺も寝れねえ。いや寝られない。寝られないよ。寝ずに来て。寝ずに来て絶対。俺は寝てから行く。眠い。見せて寝る。CM っていつのタイミング？あ、CM 俺らそろそろ CM 行くって。じゃあそろそろ CM、 あっちから聞かれてるけど、そう、CM でいいっすか。なんで CM やったら。CM 待つかよ。週は今月の売上300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員なんかね、始まりましたよ。はい、
みんなイケメンに癒されたかな。 CM 楽しんでいただけたかな。まだあと10分ぐらい続くからね、CM しかイケメン映りません。目の保養タバコ吸いてハーフタイム挟んでるからな。タバコ吸いてマジで。でもあとちょっとなんで。そう、10分だから。やっとイケメン映ったね。なんかアンケートコメントが悲しいけどね。じゃあやりましょう。アンケートやります。何がいいですか。アンケート視聴者、視聴者に聞く。視聴者にアンケート何がいい。何がいいですか。何がいい。何がいい。アンケートあれじゃない、やっぱり。はいはい。うどんかそばかね。うどんかそばか。需要でもいいわ。需要がね。どうでもいいわ。シーフ側も参考にしかならないよ。俺は参考になるけどさ。確かに、フジモンしか得意。もうアンケートくださいしたら、時間ないから。小太郎、この前、俊介と。何俊介とキスしてた。いや、俊介とは しないな。誰としてもしねえよ。じゃあ、うどんかそばで。じゃあ、じゃあじゃないし、そっち俺らまだ見てないから。完全にそば。俺もそば。うどん。お、出た、うどん。あ、誰のこと一番指名したいか。ジジクサイ。あ、これ面白いですね。はい、誰のことを一番指名したいか。あ、この中で。この中でね。あ、それね、面白くないですね。これだけでも濃くなのに。ダイスは多分一番高い。あの、お、いつも美味しいから6人いますから。すいません、はいはい、6人なんで友達、はいはい、恋人みたいなやつ、みたいなやつ、みたいなやつね。お、なんか面倒くさいから投げたりする。急で途中で時間かかるからやめようと思って。じゃあこいつとは友達になりたくない。誰から聞くだけでやめようよ。誰も得しないんでやめようよ。あれるわ。アンケートって何、これ答えてくれるとか。あ、そうそう、あの、あっちが押したら何パーセントみたいなの出るんで。そうそう、アンケートの意味ない。その通り。野菜席したそうな顔すんのやめて。きつい。はいはい。え、どれにします。じゃあ、もう、あ、じゃあ今、だから今言った通り、あの、猫派か犬派かじゃない。内勤ならではのやつにしましょう。内勤ならでは。俺は完全に猫派。ちょ黙ってちょっと。誰も聞いてねえ。そばだし猫だし。内勤っぽいね。内勤っぽいやつ。店にこの人いたら安心だな。ああ、店にこの人。あれですね。猫入りましたね。何どうやってんだよ。店にこの人いたら安心だなで。皆さん、はい、アンケートの準備してくださいね。はい。ごめんなさい本当に。内勤ってこんな顔。内勤ってこんな顔なの。どういう顔なの。レボがすごい入ってきたな。あー、もうレボからのコロニクル。レボとハチウジ来るから。イオングループだから。イオングループ、イオングループ。本当はレボ行きたいんだろっていうレボグルからのコメントがすごい。これ多分レボグルだよ。あ、でもね、これレボグルの誰かでしょ。これレボグル、龍馬さん。あー、すごい、よかった。これはすごい、イケメン来たよ。みんな来たけど、大地さんが逃げようとしてる。来たけど違う。そう、そう、まあ、マジでびっくりするよ。え、来た。なんか俺ないんだよ。オーバーパーティー、そうま。俺だけホストやな。そうイケメンがいないってガチの苦情ばっかだったから。いや、ほんとについにイケメン来ました。やりづらいだろ。初めましてが多いから気まずい。よかった、もうこれで。あと、じゃあみんな、あの、あとは若い人に任せて。我々はもう行きましょう。もう我々はね、あとイケメンに任せて。焼酎あたりクイッといって。あ、よかった。これアンケート、これアンケート言ってんすか。大地さんがボケに来るぞ。ほら来た。アンケート準備。仕込んでる見えちゃったからちょっと。絵面が少し良くなった。ちなみに。結果が出ました。何やってる。店にこの人がいたら安心できるのは誰。見えない。あー、大地さんやばい。大地さん高いわ、40% 約。あれ、俺とおげちゃんビリや。ビリです。俺とおげちゃんビリや。統括ビリ。統括ビリ。安心できないってこと。何これ。じゃあこれ、じゃあグイグイですか。じゃあ2人でグイグイ。2人グイグイ。グイグイ、統括店長2人グイグイ。そうまそうま、来たら来たは来たでいいけど、あんま裏手持ってるの持ってよ。あんま入れない。大地さん1位でしたね。やっぱありがとうございます。ダントツでしたね。大地さん飲みましょう。クーラーに入れた人センス見えない。大地さんグイグイだ。飲みましょう。タイニーズ使えないジジイ。
司さタイにいる使えないジジイ。タイ人に見える。結構あれですよね、小太郎さんさっきからつかささんの悪口はちょいちょい拾いますよ、ね、部下なんでいっぱい出したやり場にコメントクーラー飲んでなくない意外にコメントが多いえ、なんぼなんだってなんだってもう1000近いっていうね、コメントが、意外コメントが身内からのコメントがすごいな、多分でもさ、これコメント多ければ多いほど第2回やらされるんだよあやめてもうやめてほしいから今すぐ消していただいて、本当にもう二度と出たくないから右側のマスタークをクリックね俺のどこがインド人これ何時までなんですか、これこれあと5分です、あと5分で終わります、5分の辛抱だよ、みんな視聴者の方も辛いけど、我々も辛いんだよ、ね、テンション上がってきた、今もうだいつものやってるネタいや、いつもやってるやつがわかんねえわあもうやりすぎてわかんねえ、そもそもそもがすごいあよかったあねそも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 ナイキンだけはダメなの。いやもう本当にこんな放送事故ですよ。1000いくわでもこれ。ああこれ1000いくっすね。1000あと19で。あじゃあ10。あと10。やめろやめろマジで。みんな出し。あ出た。ああ9あ12。11、19、9、9、8、7おっさん、誰がおっさんよ記念すべき1000発表しますせーあっあっ1000大地さんの出来物のアップくださいイエーイしょうがないな需要絶対にアップとんだ黒画像じゃないですか大地さんアップ絶対需要ないよガクトやらせるやつ誰だコメント記念すべき1000ガクトやってるガクトやらないんだガクトやらないんだ誰が得すんのこれ確かにできてるニキビじゃないよ吹き出物だよ吹き出物だよちょっとそれ辛すぎるそれ何やったっけなんかいたの何やったっけそれもうクーラのガクトが見たいガクトガクトあー1分前です同じやつやってるの1分前XJAPAN のトシですちょっと似てるちょっと似てるアムロ君さんたちは女だった女だったら誰指名しますかどういうこと？ああ、だから女の子プレイヤーを我々が女だったら誰指名する？ああ、それいいっすね。毎年。ああ、でも1分前なんでね、もう終わります。もう終わるよ。お店で聞いてください。せっかくいいのが来たのに。はい。あと3時間で始まるから、おばば来てね、テープラも。お店で続きは見て。ではね、次回、3月22日、深夜2時45分。はい。クラブセンスとなっておりますあ、はい次ね、次ね、ほとんどイケメンだと思うから見てください次はイケメンちゃんと次はちゃんとイケメン来るからね、ちょ、俺の本名出てるわ誰松田です絶対やめろ、本当に絶対やめろプラスの従業員だなあ、従業員アムロ、行きますそう最後ぶち込んだありがとうはいありがとうこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2! 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。